修行年限とは学校の家庭において教育する期間のことである。修行期間ということもある。修行年限は学校の教育課程において定められる標準的な教育の期間であり、原則として修行年限として定められている期間と同じ期間以上を在学しないと卒業、修了することができない。ただし高等教育においては大学、大学院への飛び入学、 大学、大学院の早期卒業、早期修了の制度もある。修行年限は、同種の学校で合算でき、例えばある、高等学校で2年間在学した場合、修行年限3年の高等学校に転入学すれば1年間在学するのみで、高等学校を卒業できる。また、高等学校や大学では在学できる、最大期間を設定している場合もあり、この最大期間を、 在学年限と呼ぶこともある。各学校種ごとの修行年限は次の通りである。下表の通り6から3から三世が原則だが、学校の形態により年数が異なることもある。新学期は4月1日に始まり、学期末は翌年の3月31日となる。学校制度の項も参照のこと。週により在学期間が異なり次のような年次で教育が、 行われるこの12年間の教育の後に、大学教育が行われる。しかし勉強の深度により、飛び級が認められており、必ずしもこの年限が必要ではない。新学期は8月下旬に始まり6月中旬頃に、学期末を迎える。6から3から3世6から6世5から3から4、生8から4世2001年までは、小中学校の8年間が、 義務教育だったが、2002年より高校の初めの2年間まで義務教育と変わった。イタリアでは義務教育の間に将来の職業を決める傾向が強かったが、この変更により将来職業選択に2年間の猶予が生まれると考えられている。全域で5から3から5世が取られている。授業は月曜日から土曜日まであり、午前中に授業を受ける。 複数の期間があるが、6から3から3世が多い。授業は月曜日から金曜日まで。6から3から3世5から4から3世9から3。生ンドでは大学の年限は3年が一般的。はじめの10年間を初等教育8年、中等教育2年のように分けることもある。全域で10から2世が取られている。全域で7から5世が取られている。 ありがとうございます。